2022年春 VTuber フェスジャパン開催決定引っ張られてるちょっとテンション感合わせようと思って声のトーン2トーン上げたんですけど辛いんで普通にしますねはい、こちら VTuber フェスジャパン改めまして開催決定でございます。そしてこのイベントに向けてオーディション企画が始動しました。その名も出ようぜ VTuber フェスステージ出演オーディション2022エントリーは3部門、ルーキー、チャレンジャー、そしてユニット、こちらの3部門となっております。詳しくご説明いたしましょう。まずはルーキー部門、 VTuber デビューしたばかりの方、これからスターを目指す方、活躍のチャンスやきっかけがつかめなかった方が対象です。ぜひ皆さんこれをきっかけにどんどんね、きっかけチャンスつかんでいきましょう。続きましてこちら、チャレンジャー部門、ライブステージ出演の夢を叶えたい方、憧れの VTuber と共演したい方、歌唱に自信がある方対象となっております。ぜひ皆さん歌声をステージに響かせていってください。続いてこちら、ユニット部門はペアで活動されている方、特別にユニットを組んでライブステージで出たい方が対象です。そしてグランプリ受賞者には豪華特典も、ドドン、 VTuber フェスジャパン2022のステージに出演できるのはもちろん、池袋ハレスタビジョン放映券なんと30日分、しかしさらに、Amazon ギフト券30万円分も、マジで出たい全部出られんじゃん。1も2も3もいけますね、いけますね。ちょっとまたですね、審査員特別賞ほか8位まで得点があるとのことです。出ようぜ VTuber フェスステージ出演オーディション2022、応募締め切りは10月24日23時59分まで。詳しくは公式サイトチェックしてみてください。これ僕ユニットで出られるかなと思ったんですけど、栗田さん、あのアバターであの例のアバターでなんとかユニットを組む、ええ、いやもう多分関係者がどう扱っていいか分かんないと思うんだよねこの2人どう触れればいいみたいな、いやリアルなとこついてきますね。あ、週にこず、週にこず、あ、バツって言ってる、 X あ、ダメか、じゃあ大丈夫、間にするから、週刊の間を間にするからなるほど、うん、あれだって認めてないもんこの人だから、週刊ニコニコインフォチームなら大丈夫だと思う。なるほど、間の、うん、間としては困らせていく、間にしてしまえばやめとけみたいなコメントちなみに今応募とかで来てるんですか。なんと初日から、え、もう来てる、はい、応募が続々来てるそうです。マジか、はい、担当者から聞きました。へえ、じゃあちょこれ面白いですよね、こういうの、ね、これオーディション、そう、うわいいな、どんどんね軽率にチャレンジしていかないと ね、はい、ね、だいたいみんなほらゲストを呼びしてる方もなんかやってみましたみたいな感じの方ばっかだったじゃないですか、はい、あ、インタビューで最初はそういう、最初はそういう感じだからね。オーディション企画はもう本当、もしですよ、これで受かっても、うん、まあチャンスはありますし、うん、僕なんならニコニコの生歌のオーディションで落ちた人間ですからね、そこきっかけでこうやっていろんなニコニコの公式とか出られるようになってきた人間なんで、そうですね、別になってそこでなんかきっかけになってね、誰かに見てもらったりとか、面白いって思ってもらえることでなんか変わるかもしれないですね。やることがもうチャンスにつながっていきますんで、こういうのって、はい、いやこれいい企画ですよ、ぜひ皆さんチェックしておいてください。公式サイトに詳細書いてありますんで、